ややこしい。人の持つ夢の力とは、自らが想像するよりもはるかに強い力とされている。でも当の本人はそれを認知できないし、存在を否定しがちだ。あらゆる人は神となれるが、そのためには自らの認知できる領域を広げる必要がある。大衆の抱える信念体系を退け、進化へと至る。それが現代の人の目的じゃないだろうか。